あの、はい、最近というか、まあ、メインで使われてるのは、うん、テレキャスターですよね。そう、僕はテレキャスですね。テレキャスター、あれってどれぐらいから使われてるんですか？使い出したのはね、確か98年とか99年ぐらいですね。あのスーピッド&オネストっていうね、ウルフルズのアルバムがあってね、その時にね、あのギターテクニシャンの人が持ってきてくれて、それを気に入ってその人から譲り受けたんでね、そっからもうずっともう13、4年はもうほとんどメインで江戸がこう一周してるねぐらいの、そう、それとね、はい、1968年のギターなんですよ、ね、ピックアップって言ってね、あのこれですね、マイクですね、マイク音を拾うマイクもね、これもね、ピックアップって終わるんですよね。あ、いろんな理由で終わってますね。シューってね、急に音が出なくなるんですよ。ある日突然、そのずっと僕そのオリジナルのねピックアップをつけて聞いたんですけどね、ある日急にあれ音が小さくなってきたと思ったらね、シューって音が、あのコイルなんかね、コイル巻いてるんですよね、巻いてるんです、それがこう切れたりとかね、いろいろ障害が出てきて、マイクって寿命があるんですよ、あれね。そうですね、あとは磁力が弱くなって、ね、放電してだんだんなんかこうパンチがなくなっていくんですよね。そうそうそう、でそれが枯れたっていい時期、いい瞬間もあるんですけど、枯れた後でこう枯れ果てていくとこう短かったです、いい瞬間ほんとあっという間に終わって、それでね、はい、巻き直すとまたその蘇るんですけどね、マイクはね。でもその巻き直すとサウンドもその当時昔のやつとは変わってしまうってことになるんで、あ、それやったら僕ね、あれですよ、カスタムショップ、カスタムショップのあれですよ、テキサススペシャル、そうです、あ、ビンゴ、あ、なぜ僕楽器屋さんなんでそうです、それでね、はい、ピックアップをね交換したんですよね。古いマイクだったんで、すぐにハウったりとかね、うん、ピー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 音がするんですよ。それでリガスは特にします。マイクに向かってこうあーって言ってもギターアンプからあーってね出てくるぐらいの感じだったんですよ。もう音ひどすぎてね、これでももういちいちその ハウリング、ここはあかんなとかこっち見てあかんなとかあったんですけど、今売ってるそのね原稿のやつに変えたら、はい、ものすごい使いやすくて、そうですね、原稿の方がええかなみたいなロー付けとかされてるんでこうピシッとしてるんですね、ピシッとしてるから、そう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 、この弦のこう金属の音しか、うん、まあ、基本的に拾わないように。それもね、はい、もう僕リペアリペアリペアしてねずっと使っててね、やっぱだんだんその指板ってここ、ね、ここ、はい、この黒い木の部分です。ここもただこう弾いてるうちにね、ちょっと削れて、削れますね、へこんだりするとかって、はい、全部こう綺麗にね鳴らしてもらうんですよね、はい、リペアにも限界があるって言われて、あ、今見れるのはすごい貴重だと思うんです。やっぱ楽器今日も使うんですけどね、今日もあ、削れていくって思いながら見てください。あ、これが これかみたいなね、ガンってやって削れてるって、あ、またやみたいな、あ、やめてみたいな渋谷にね、池部の系列でね、そうです、ギターステーション、ギターズステーションっていう、ね、店があってね、そこにいつも買いに行くんですよね。つい小屋でも これをね、買って、同じ、こちらこそ。そこにね、はい、まあ、もう、いつも僕そこで買うんで、いろいろね、もう全員、店長含め知ってるんですけどね、一人、向井圭介君っていうね、はい、僕の古い友達がね、それで仕事してて、でその縁で僕行ってるんですけど、向井君っていうのはね、昔ね、僕と同い年でね、バンドやってて、ね、昔ライブしたりしてて、そういう縁があって、ギターズステーションに、通い出してね、ジョン・メイヤーとか来たんですよね。そうですね、ギターズステーション、ギターズステーションは結構、ねね、そういうプロのミュージシャンの方が写真とか貼ってて、あ、ここ来てんねやっていらっしゃってですね。そうそう、ちょっとね、いいギターばっかりでさ、うん、いいギターをいいもの、まず、あ、高いんですけどね、それなりにね、プロフェッショナル仕様のものしかない、いいもの買おうと思います。行けば多分ね、親切に教えてくれるし、世界一の店と自負しております。それでそう、向井世界一ですすいません、そのギターのピックです、僕、あ、これちょっとね、こういう、ちょっとよろしいですか、
わこれすごい、ね、これがティアドロップ型って言ってね、でこれもその僕もそれなんですけど、こっち側を大きくしてるんですよ僕、変形でね。西真嗣さんっていうね、はい、僕の先輩のギタリストの方がね使ってて、すごいいいなっつって、収まりがいい感じがしますね、ここの人差し指の曲線に合う感じがします、多分それ僕ね、僕と西真嗣さんしかこれ使ってないんですよ、この形。これはかなり貴重ですね、このね素材も、これこれね、はい、素材も西さんと僕と、はい、あとね、あの寺内武さん、はい、エレキの神様、大御所です、超大御所です、あの人が使ってるやつと同じやつを僕らも付け合わせてもらってるっていうね、だからその素材世界で3人です、これ。こちら、はい、これはハミングバードですね、僕が持ってるのと同じやつですね。そうですね、このこのハミングバードが、あのさっきも言いましたけど、うちのスタッフがですね、今モンタナってところにあのギブソンの工場がありまして、モンタナってすると、あの大体こうカナダに近いわけです、こうアメリカがこうざっとあってこの辺なんですけど、そこにうちのスタッフが行きましてですね、で木材とかをこう見せてもらって、その中でそのサイドとバック、後ろ、すいませんね、こう模様が、鱗のような模様がありますね、これキルテッドメープルって言って、木の中でもこうグレードが高いものなんですけど、これを工場で選んできて6本だかな、6本、ぐらいだけちょっと作った、見た目ってすごい大事だと思うんですよね。大事ですね。あの初めてのね、はい、人がギター買うっていう時も絶対ね、見た目で選びって言うんですよ。あのなんかね、弾きたいなって思うギターじゃないと、なんもこういいギターでもね、あの練習しなくな、で最高俺ってみたいなね、そういうねとこをね、練習するっていうか ね、そういう気持ちの方が大事かなと思ってね、あのすごくね思うんですよね。これまたあの、セミアコなんですよね。今はまあテレキャスターがメインということですけど、セミアコースティックギター。サンサンゴも僕ね。ですよね。そう、イエスサンサンゴっていうね、ギブソンのギターもこのね、赤いやつ持ってて。これはあの、これまたあのトム・ホームズという職人さんが、はい、まああのアメリカテネシー州。テネシー州っていうのは今ギブソンが工場あるのがテネシー州なんですけど、そこでピックアップをこうずっと作り続けてる。おじさんがいるんですけれども、うん、職人さんがで、その方のピックアップを、こう日本の職人さんが学んで、何千時間もダメ出しをされて学んで、それでようやく OK が出て作ったのが、トム・ホームズのジャパンピックアップというのがあるんですけど、うん、これ12万、おいマジ12万9800円だ、こうそれ安いですよ本当に、で作ったすごくいいセミアコのギターなので今結構いろんな方に使っていただいてます。すごい、うん、セッティング方法っていうのね、こうやってギターセッティングしてるっていうのね、ちょっとやってみようかなと思います。お願いします。そう、これ最初ね僕ね、まあ、ギターね、これやとトレブル、ミドル、ベースってね、高音、中音、低音ってあるんですけどね、これね、全部こう丸くこうつまみを動いていくんですけどね、その音が変わっていくポイントがあるんですよ。これ例えばね、これ一回こう、次こう、コードが違うってこう分かりますか？あんまりそのね、変わるところの間ってね、音がそんなに変わらないんですよね。なもんで、じゃあもうちょっとして細かく動かす人もいるんですけどね、あんま動かしてもね、あんまりね意味がないって僕思っててね、ただそのポイントで自分の好きなとこを選ぶっていう、そのポイントアンプリって全然ちゃうんですけどね。一番そのトーンを触った時 の、 そのピークでクッと変わるところをがポイントね。軽めに。
アマチュアの人とかね、よくね、もうこうかな、こうかな、こうかなってね、こうちょっとずつとかね、いろいろ変えてる人いっぱいいるんですけど、こういうふうにね、ポイントポイントがあって、そこでこう自分で、まあ結局は自分の好きなね、音にするしかないんですけどね。音楽ってあの答えがないでしょ。自分がいくら人がやと人にとって不快な音でも、自分がいいなと思えばそれが自分にとっていい音っていうね。そうなんですけど、こうセッティングの方法としてこうポイントポイントで変えていくと楽ですね。はい、ガッとこうポイントを探してって、ね、あんまりそこ以外は細かいことは気にせずに、もうちょっと押して、ちょっとして、そんな変われへんてって思うんですよね。アコギでちょっといい感じ。でもね、僕ね、ほんまね、あれなんですよ、グルーヴってあるじゃないですか、あれが一番大事だと思っててね。そうだな、これ、これ、これだけでいいって、何もバーッとこうね、早く言うのもグルーヴがね、何も早くできても、できてもね、僕ね、全然いいと思ってなくてね、このグループ持ってる人が好きやな、みたいな。そうですね。その人しかね、ないグループみたいなね。それね、面白いことに、グループってね、人間性がめっちゃ、あ、ね、音楽と全然関係ないのに、人間性がね、グループにね、出てくるっていうね。僕それがね、その、リズムのことがよくわかんないとかね、っていう人に、僕言われるときに、僕全然音楽と関係ないけど、なんか俺はこんな人間やとか、こんなことがしたいねやっていうことを考えた方がリズムとかグルーヴの方に早道になるよっていつも言うんですけど、ほら音楽ってさっきも言ったんですけど、正解がないでしょ。正解は自分で決めないといけないでしょ。で、正解を決めれる人のやってる音楽が僕はいいと思って、なんとなく曖昧じゃなくてね、それこう上手い下手関係なくて、俺はこれっていう、人が聞いたら耳障りでも俺はこれが好きなんやっていう人のやってる音楽は素晴らしいねんけどね。なんかバーッとこうね、テクニックとか技術論ばっかし勉強してんねんけど、実際どういうことしたいのって言われたら、どんなことかなってしか言われん人の弾くギターってめっちゃおもんないですよね。って思ってて、そうで、グルーヴもそういうもんでね、これグルーヴやーって、あ、ここやって手だけでグルーヴ持ってる人とかって思わなくてね、なんかグルーヴ一般的に言うグルーヴってもうはちゃめちゃでも、俺はこれが気持ちいいんやーってやってる人のグルーヴ見ると、聞いたりすると、あーいいなー、俺もなんかわかるみたいな。人柄がもうダイレクトに出てれば出てるほどそうそういいっていう。僕はですよ。僕はそういうのが好きやなっていうね。人間力。そうそう。音楽って面白いですね。そうですね。本当。技術だけでは、あ、でもね、その技術だけですごい人もいますよ。そういう人はもうそういう人でね、そこまでできたらすごいですって思うね。ほんまにね。ほんまに。そこもまた人間力ですよね。あ、そうそう。うん、俺らもうこっちで行くプレイヤーみたいな。だからね、はっきりしてんとあかんで ね、 そうですね、俺はこれでいくっていうのね。ありがとうございます。いやいや、じゃあそのもう本番前の時にこんなにテンションを上げていただいて、俺ありがとうございます。ちょっと今日ねもうエネルギーすいません、疲れました。